どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ポイントサイトハピタスって皆さん知ってますかね。まあリクマイラやられてる方はね、まあほとんどの人まあ知ってるかと思うんですけども、ハピタスっていうポイントサイトね、結構有名なんですよね。で、今ではですね、結構 CM とかも今バンバン打たれてて、南海キャンディーズの山田蔵亮太さんと、あともう一人ね、モデルの方だと思うんですけど、ちょっと俳優の方だったら申し訳ないですけど、まあ、男性の方と今二人でね、CM 出てて。で、ハピタスのポイントサイトのね、CM に出てるわけなんですよね。だからまあ、CM を打ってるポイントサイトっていうことで、まあ、かなり有名であって、まあリクマイラーの方だったら誰でも知ってるようなね、ポイントサイトの一つであるハピタスなんですけども、まあ今回ね、こちらのキャンペーンをね、紹介していきたいなと思うんですけども、まあこのハピタスっていうポイントサイトはね、私の動画で、まあちゃんと紹介するのはね、ババッと紹介した一つには入ってるんですけども、まあなかなかね、メインで紹介するってことが、まあなかなか少なかったポイントサイトなんですよね。まあっていうのも、ハピタスって、すごい紹介制度が充実してて、紹介した人にすごいね、メリットがある、ポイントサイトの一つで、私のこの動画を見てる方はね、私の紹介で入ったとしますよね、ポイントサイトに。まあ、入会したとすると、本当にね、30%、40% とかのね、なんですか、問答無用で今までくれてたんですよね。だから1万円分のこの動画を見てる方で入会してくれた方はまあ1万円分のポイントを獲得したとしますよね。クレジットカード案件とかでね。そうすると私に4000円分入ってくるんですよね。すごいですよね。一撃で。それがだから10人いたとすると、それだけで私に4万円分ポイントが入るってことですよね。すごいですよね。まあこれを、今年の9月ぐらいにやめたんですよね、ハピタスが。まあ、長年ずっとそれでやってきたんですけども、まあ、やめたんですよね。その、ポイントサイトの紹介制度充実っていうのをやめて、今後は、ポイントサイトの、案件自体のポイントを上げていきますみたいな方向に切り替えたんですよね。だから、その、今までは、その、紹介制度がね、すごい充実してた分、まあ、ほとんどの同じ案件で、ポイントサイトでいろいろ、一つの案件出て、ポイントサイトでポイント数って分かれるじゃないですか。だからハピタスでダントツで低かったんですよね。だからほとんどのポイントサイトが1万5000円ぐらい出しているところ、ハピタスだけ1万みたいな感じだったんですよね。だからこれはもうもちろんもう紹介制度があるから、もうそれ以上上げらんないっていうのは、まあ、ハピタスさんのその裏事情みたいなあったと思うんですけども、でなもんでですね、まあ私のこの紹介のこの動画でもですね、まあ、ハピタスを紹介するって、まあ少なかったんですよね。やはり動画を見てる方には、まあ、できるだけ高いポイント獲得してほしいので、そうなったら、ハピタスって、まあ、正直、あんまり表に出ないね、ポイントサイトだったんですよね、私の中では。それをやめますっていうのを、まあ、9月ぐらいに、8月か9月ぐらいにアナウンスあって、もうね、40% とかすごいポイント数がもらえる人は、本当はごく一部になったんですよね。で、まあ、切り替わって、じゃあポイントすごい上がるんだろうなと思ったら、まあ、これがびっくり、また上がってないんですよね、全然。ですので、まあ、私の動画のチャンネルでもね、ハピタスを、個別で紹介する動画って、まあ、今回多分初めてだと思うんですけども、まあ、今回このハピタスがですね、もともと会員制度、ランクみたいなのがあって、まあ、ブロンズ、シルバー、ゴールドみたいな感じで、まあ、会員制度がありまして、まあ、それを使った、キャンペーンをね、今回始めてくるということで、これがね、結構すごいんですよね。で、これがどういうことかっていうと、今ね、会員ランク、まあ、皆さんログインしていただければ、会員、ランクわかると思うんですけども、今現時点で、ゴールド会員の方には、なんとね、東急ルート、まあ、ハピタスもドットマネー、ドットマネー、東急ポイント、ANA マイルっていうルートが、まあ、開通してて利用できるんですけども、なんとね、そのルートを利用すると、ゴールド会員の方が、20% 増量しますっていう、キャンペーンをね、今やってるんですよね。ですんで、
衝撃の 95% なんですよ今ゴールド会員の人は。すごいじゃないですか。1万円分のポイントがあったら9500マイルなんですよ 1万ポイントが。普通の東急ルートだと7500マイルですよね。いやこれすごいですよね。ですので、まあ、今回ねこちらのキャンペーンをね紹介していきたいと思います。まあこの今回その言った通りね、これゴールド会員の方限定なんですよね。だからゴールド会員にならなきゃいけない、そしてポイントを持ってなきゃいけないわけなんで、まあどちらかというと、今現時点でもハピタスのアカウントを持っていて、さらにね、ある程度ポイントを持ってる方で、ゴールド会員さえなれば、まあ、95% 流せるみたいなね。まあ、そんな方がね、まあ、一番対象かなと思うんですよね。まあ、これがね、12月の6日から1月の半ばぐらいまでの、この、キャンペーンなんで、だから、それまでにね、ポイント稼がなきゃいけないんで、まあ、おすすめとしては本当に、ここ1週間、2週間ぐらいで、モニター案件をババッと入れて、ゴールド会員になって、でまあ、ポイント一気に流せるっていう方がね、まあ、一番おすすめかなっていう感じですね。でこのゴールド会員になるにはですね、まあ、広告を20回利用がつく、有効がつく、もしくは1万円分のポイントの獲得なんですよね。ってなると、クレジットカード案件でもダメなんですよね。まあ、ダメじゃないんですけども、まあ、クレジットカード案件もまあ早い遅いありますけども、確定してポイント付与が来ないと意味ないですよね。1万円分のポイント超えないとゴールド会員に、ね、なれませんので、ってなるとまあクレジットカード案件も微妙ですよね。ってなるとまあモニター案件、まあハピタスもねモニター案件ありますんで、まあそこをまあ 3,4 件ですかね、まあ3000円か4000円ぐらいの、4000円以上か4000円以上の案件のモニター案件をまあ3つ、もしくは4つ、うん、3つ、3000円だと3つじゃ足りないですもんね。ですので一気にババって入れるような人はね、まあ、ぜひ狙ってっていただきたいなと思います。まあ会員ランクの更新はね、条件を達成したら翌日にはもうゴールド会員になれるっていうことですんで、まあ、ゴールド会員になれたらね、まあ、一気に 95% で流せるってことですんで、まあ、ぜひこれ狙っていただきたいですね。1万円分のポイントが9500マイルですからね、凄まじいですよね。だから今後ハピタス、ポイントサイトハピタスはこういう風な路線で行くのかもしれないですね。まあ今現時点でやはり先ほど言った通り、紹介制度の充実をまあやめる、でポイント上げるって言っときながらポイント上がってないっていうのが今のこの現状なんですよね。で今回このゴールド会員限定に、まあ、こういうのを始めてきたっていうので、まあ、今後こういう路線を、まあ、突き進んでいくのかなって個人的には思っています。今ねハピタスの、トップ画面とかを見るとね、ゴールド会員様限定案件みたいなのも、まあ、出てるんですよね。で今 私のね動画のチャンネルでもね一回このクレジットカード紹介させていただいてるんですけども、まあ、羽田空港国際線のティアットラウンジアネックス、まあ、ティアットラウンジっていう、まあ、航空会社のラウンジが、まあ、そのクレジットカードを持ってるとね、まあ、LCC でも入れちゃうっていうね素晴らしいクレジットカードなんですけども、まあ、そちら今、ポイントサイトでだいたい2万8000ぐらいが限界のポイントなんですけども、まあ、今このハピタスの、ゴールド会員限定に開放しているのが3万2250ポイントかですんで、まあ、他のポイントサイトよりねポイントが高いんですよね、このゴールド会員限定ですけどね。だからこういうのにシフトしていくんじゃないかなと思います。で今言った案件もね、ゴールド会員の方もしいる、ゴールド会員の方でそれまだ持ってない方はねぜひ狙っていただきたいですね。この MI カードゴールドはね基本的にすごいお得、うん、まあ、いろんな特典もありますし、まあ、ティアットラウンジがね使えるっていうのもありますんでね、まあ、気になる方はまた私の動画のティアット、MI カードゴールドをねブログとか、YouTube 見ていただければ、まあ、何がおすすめなのかね書いてありますんで、そこ見ていただけたらなと思うんですけども、もしかしたらこういうふうにね、ポイントサイトハピタスは、こういう風な流れになっていくのかもしれないですね。ゴールド会員を集めてゴールド会員だけに、まあ、
いい案件を開放、もしくはポイントサイト、ポイントの交換増量キャンペーンを当てていくみたいなね。もしこれが今後ね、また今回のは12月6日から1月6日までで終わってしまいますけども、これが結構継続的に行われるようであれば、ハピタスね、快進撃また続く、復活するかもしれないですね。いや 95% すごいじゃないですか。1万円分のポイントが9500万円ですからね。そりゃみんな、もしこれが継続的に続くんであれば、ハピタス使う人一気に増えると思いますしね。私も使いたいって思うぐらいですよね。今回はね、こんな感じで、動画終わりたいと思います。この動画役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。